海藻ですとかですね、このタンパク質とかいろいろなですね材料がたくさんあります。でこういうものをですね、やはりこのうまく使っていくと、植物の資源ですとか抽出成分の研究もやってるんですけれども、薬になるようなものも植物由来であるものが多いですし、そのようなものも含めて全てですね、トータルで木材のこういう、主成分だけじゃなくて、例えばタンニンですね、タンパク質と相互作用があるようなものがあったりですとか、さまざまなですね、物質はそれぞれ機能を持っているので、その機能を生かすような研究をですね、元からうまく低エネルギーに作っていくような研究ですね、おがくずとかですね、そこにあるものから自分で取ってきて、それから何か機能化していくみたいな研究をですね続けられると、最終的にですね、やっぱ天然物の利用としては一番正しいんじゃないかなという気がしています。